でかいでしょこれ。でかまるでまるであの UTV ですね。もしくはあの小籠包師匠ね。誰小籠包師匠？このきっと動画を見てる人は分かりますよ。あの小籠包師匠ね。岩友さん？うん。Yes, UTV です。今日の合言葉は UTV ね。Love UTV。AKA UTV です。No, no UTV, no life だね。確かにね。なしで生きられないですね。スケートで欠かせないですね。UTV 仕様ね。かけがえのないもんですね。けど、あの大学生には禁句ですかね、UTV はね。なんで？滑るは禁句ですよ。ああ、特にこの時期ね。うん。あとなんだろうね。けどやっぱりね、ある意味保証ですからね、こう滑るが保証されてるからね。あ、違いなく。そうそう、あの保証期間は何年ぐらいで、10年ぐらいだろうね、きっと。UTV 賞は、あのね。無償保証で。そうそう。いつでもこう滑れるっていう確実性がある。頑張れ、UTV。そうそう。なんかこう、日本製みたいなもんだよね、こう、俺確実っていうね。確実に滑るっていうね。こんだけ滑るんじゃん、ボケ。きっとね、あれですね、ナンバーワンですね。オンリーはナンバーワンですね。そう。ノー UTV ノーライフ。ノー UTV ノーライフ UTV。 そうそうそう。イエス UTV。 今日の合言葉 UTV ですね。今日のプレゼントのキーワードは UTV。 それじゃあ、ウツボさんの女性、どしどしご応募ください。それは思うツボですね。でももしくはそこでちょっと視点を変えて、かの有名なっていうね、意外とかの有名な人は結構動画を見てくれてるということでね、報告を受けてますんで。うん、だが、UTV は YouTube が見れないという。そうですね、恥ずかしいありやさんですね。こう自分の映ってるやつはもう見れないというね。頑張れ UTV です。 UTV。 ありがとう。 こう UTV ね、師匠の車はね、こうね、ってね、こうサイレンを鳴らしながら走るんですよ。ひどいモーター音がするわけですね。UTV しますね。頑張れ UTV。 それいけ UTV。 僕らの UTV。 そう、こう中堅ラッチョって感じのこう UTV ですね。UTV しますね。 UTV 最近ね、ちょっとヒップホップにハマり始めてますが、 UTV、UTV。 ディスってんじゃねえ。そうそうね、たまたまこう動画をパッて上げたらね、こう、UTV とずっとつぶやいてるっていうね。してたまにこの、かの有名なっていうね。あのね。かの有名なね。そうそうそう。彼もこう、北海道育ちですからね。こう肌がスベスベしてる。もっちり束の肌です。そうそうそう。獅子浜に住んでると言われるかの有名なね、うん、かの有名な、ね、自転車に乗ってる姿が見えないっていうね。そうそう、早いっていうね、どこだっけな、沼津駅から三島駅は10分で行こうとかね。そしていつもそのかの有名な方と UTV はよくつるんでるらしいですからね。セットですかね。セットですね。
漏れなくついてくるんですね。で、あと心残りなのはその UTB 師匠にこうおなごを捧げられなかったっていうね。おなごね。そうそう、こうおなごなら捧げられますが、そうそうそう、心残りだからね、おなごを UTB さんにこうあのおなごを紹介できなかった悔いがね、っていう感じでこう温泉マークを3つぐらい使うんです。UTB ですね。頑張れ UTB、 それしか言えねえ。それは思うツボ、思うツボ。あの給料が飛ぶわけないっていうね。稼ぐ給料が飛ぶわけがないでしょっていうね。バリバリ稼ぐぜこの野郎。小町大丈夫か、病み上がりですからね、しょうがない。いつもね、あのかの有名なね、きょうくんさんのね、きょうくんさんね、きょうくんさんね、きょうくん言っちゃったし、イコールあの UTV さんですね。そうですね、UTV さん、今日は夢に出てきそうだね。 UTB しますね今日の、格言は UTB です。もしくはアボロカっていうね。アムロカですね。そうそう、ミングさんもね、そのうち誰はあのね、UTB とは関係ない人たちがね、うん、UTB とは誰だと、ヒントはね、あのヒップホップ好きで、あの常に滑るクリーンの人ですね。そうですね、注射しなくても滑るクリーンですね。はい、滑りました。で、私はあの明日ね、こう日記紙をつけてね、あれしますよ、ね、日記紙ね、いい香りです。借りた金返しや、日記です。竹内日記ですね。では、レアキャラとしてね、まるちゃん、あ、まるちゃん、アビスじゃないや、赤い地線のまるちゃん、そっちか、そっちか。まるちゃんと二人いるんだよね。誰？ちみまる子ちゃん。そうだし、私はなんとかだよ。そうそう、あのリッキー G のファンとして有名なまるちゃんね。ね。まるちゃん。まるちゃん。あちここですよ。まるちゃんですね。その説はどうもお世話になりました。リッキー G。意外とマシンガントークをするようでしない子ですから、僕は。非常にね。結構だからね、前向きさん、会ったことない前向きさんも多分そういう風にイメージとして多分あると思うんですけど、マシンガントークではなくてかなりの人見知りですよ。そうですね、うん、ですね。イメージとしてはマシンガントークのイメージありますけどね、こうあんま喋れない子ですね。最初はね、こう被りまくってるんですね。そうそうそう、だけど可愛いんですよね。で、このバンダナはあのスカールをイメージしてね。スーパーフライ、スーパーフライ。聞こえますか ？UTV 師匠。UTV 、ね、元気か UTV ってね。UTV のない生活なんて考えられない。そう、ね、カラオケのね、UTV のね。もしくはあのお団子祇園祭ってね。もしくはアンプルス X。もう一回、アンバランス X! アンバランス X! もしくはかの有名なっていうね、キョッオキショーですね、キョッオキショー、聞こえるか、キョッオキショー、元気かな、あの、かの有名なキョッオキショーですね、言ってるしっていうね。彼はね、かなりモテますからね、女性にね、かの有名なね、でもね、
セットですかね、だから。極国です。ちょっと待ってね。極国、極国ウィッツ、ウィ UTV ですかね。すでにセットですからね、私はね。そしてコンマと落ちコンマも。そう。こう保証されてますからね、こう UTV 氏はね。10年保証ですよ。10年こう滑っているっていうね。どんだけ滑るんだ、ボケってね。多分ね、永久凍土ですね。そう。永久にだから、ほんと保証されるっていうね。だからこう、そこら辺の大企業よりも保証されますからね。だから、カブ UTV っていうね。かっこいい。滑りはこのジャパネット UTV が保証します。そう。スタンしますね。多分ね。じゃーん。そう。で、多分こう、ほら。滑りジャパネット UTV。ヤフーとかのこうね、口コミで、いや、彼は最高です。保証されてますって、ね。絶対買うべきですって。保証です。保証付き。UTV。ああ、目の前すぎてる。どうしますか。11分半経過です。ストップするかもしれない。さよなら。UTV バイバイ。バイバイ UTV。もしくはかの有名な。バイバイ。アムタ X。ね、いやそれ違うか。それ違うか。ビングか。バイバイ。